はい、どうも、さとちゅんチャンネルでございます。私は、投資をして、もう、かれこれ、10年ぐらい経過しておりましてね。まあ、いろんなファンド、いいやつもあればね、悪いやつもある。まあ、ほとんどね、初期の段階はね、変なファンド捕まされてね、手数料ばっか取られて、全然利益が上がんなかったっていうね、騙されパターンだったんですけれども、まあ、その中でもね、やっぱりいいものはあるんですね。その中の一つが、これです。未だに投資してますけども、セゾンヴァンガードグローバルバランスファンド。これね、名称が変わりまして、このヴァンガードの部分が今、ちょっと、商標の関係で抜けたんかな？ヴァンガード社の名前がなくなりまして、今、セゾングローバルバランスファンドっていう名称に変わってます。まあ、その最新の目論見書をもらったんだけど、なんかしなけど名前変わってないんだよね。うん、はい。で、ですね、これは、まあ、このセゾン投信っていう会社がね、セゾンって会社結構有名じゃないかな。まあ、そこの投資会社ですね。ここの会社は他にもね、セゾン資産形成達人ファンドと、今新しくね、今やるかいみたいな日本株のファンドもこれから新しくやるみたいで、その辺も暇だったらちょっと、説明していこうかな。まあ、こういう、今は3つのファンドね、を運用している会社でございます。で、今回の動画はね、僕としては、レバナスでいいじゃんって話だ。アイフリーレバレッジナスダック100が楽天レバナスでもういいじゃんって話をいつもしてるんだけど、その一方でですね、やっぱりね、投資初心者の方の方が圧倒的に多いんですよね。なので、まあ、初心者にもなんとか耐えられる安定した投資運用ないかなっていう時に、まあ、これはおすすめできるかなというものになってます。まあ、私はメインでやるつもりは全くございません。ちょろっと資産の何割かをやってるだけで、こいつをね、おすすめできる方っていうのは、今現在若い方ね、若い人。で、長期間投資がもうできるよという方ですね。それか、もしくは資産を今たくさん持ってるって方ね。そうですね、少なくとも、5000万円ぐらい今、現金があればいいかなと思います。はい。なんでかって言ったら利回りが少ないんですよね。だいたい年利回りが 3.何%、4% いかないぐらいになりますので、1億円あっても年収は400万円いきません。はい。まあそのうち税金2割取ってかれたらね、まあ 3% を切るぐらいの利回りだから、まあ1億円あって300万円弱ぐらいの年収ね、になるかと思います。平均でいくとね。はい。なので、ある程度資産が持ってる方か、長期で、投資ができる若い方の、どちらかかな、はいいかなと思います。安定してるんでね。で、かつ、レバネスみたいにこの、値動き激しいのは、ちょっと耐えられないよっていう初心者の方ね。はい。怖いよ、投資怖いよって方は、貯金のような感じで安定しているファンドがいいなって方は、これがいいと思います。はい。もちろん、マイナスの時もありますけど、やっぱりこう、まあ、他のファンドと比べるとね、すごく安定して成長が見込めるものになってます。まあ、僕もこの期間、長いこと、2年ぐらいマイナスの期間ありましたけども、結局プラスになりましたね。基準価格に乗ってない。あ、これか。まあ、これ見れば、はい。多分僕この辺ならね、2013年か14年、16年にかけて、ここでマイナスになってたんだ。うん。長い期間マイナスの期間ありましたけども、結局ですね、もう右肩上がりってことです。結局上がってきます。はい。これが株式投資です。はい。もうめんどくさい話抜きにしよう。まあ、結局右肩で上がっていくよということなので、一時的な下落は心配いらないよっていう。むしろ安く買えるチャンス。って考えた方が良いかなと思いますね。はい。まあそんな感じのファンドですけども、こいつの特徴っていうのは、まあ、投資といえばね、株式ですけど、こいつは債券にも投資をしてます。株と債券の比率が50対50なんですよ。これ前の動画でも一回言ったかな？うん。
株式全突破じゃなくて、債券も半分、半分あります。債券っていうのはね、まあ、国債のことですよね。まあ、知ってる方いるかな。だから、債券の利回り 0.何%か、国によってちょっと違いますけどね。その日本の債券は 4.9%、ヨーロッパで 18.8%、アメリカで 25.1%、その他短期金融資産は 0.9%、まあほとんど合ってないような感じかな。うん、あと株式は米国が 32%、ヨーロッパで 8.3%、日本で 3%、太平洋 1.4%、新興国っていうのはまあ、中国とかインドとかロシアとか韓国とかね、この辺が 5.7% あるよということです。なのでね、これ、まあ、どういう資産配分比率かっていうとね、年金運用と、まあ、かなり近いんです。だから、まあ、誰から言われても突っ込みがないように、安全運用でやってるよと。で、貯金とかって金利が 0.001% ですか？100万円預けて金利が10円ぐらいの。ものですけども。まあ、これはさすがにそこまで、そんなひどくなくてですね。やっぱりこう、年利 3.ちょっとあります。3% ちょっとありますね。3.2% ぐらいかな。だから100万円預けたら、3万2000円の利回りになります。ね。1000万円だったら32万円。1億円だったら320万円利回りがあるよと。で、また税金引かれて 20% 引かれますので、まあ、1億円あれば、どれぐらいですか ?260万円ぐらいになるんで、まあ、それぐらいあれば、年金と合わせてね、まあ、不労所得、得られるんじゃないかなというような感じのファンドになってます。だから、送り人の方は、まあ、送り人の方で、まあ、安定運用したいという方だったらね、はい、こちらがいいのかなと思います。これなぜね、株式だけじゃなくて、債券を半分にするかって言ったら、株式が上昇すると債券って下がるんです。ざっくりですけどね。ほんとすげえざっくり言うとね。株式が上昇すれば債券は下がる。株価が下がれば債券は上がるという逆相関関係になってるんですよ。なので、なんていうのかな。景気の上がり下がりがあった時に、その上がり下がりが穏やかになると。もうレバナスだったらね、バーン上がってズドーン下がるけど、これはそこら辺がこう、なだらかです。下がってもなだらかって感じ。そっかり上がってもなだらかなんですけどね。はい。まあこれはリスクとリターンっていうのはやっぱりこう、必ず正比例するのが、まあ投資の世界なので、リターンが大きければ、失うものも大きくなるよ。リターンが少なければ失うのも少なくなるよというのは、はい。もうこういう投資の世界の常でございます。で、まあ、やっぱりこう債券をいくらか組み込むっていうのは基本中の基本ですね。まあ、例えば、株式が何割とかね、債券が何割とか、仮想通貨が何割とか、こう今アセットアロケーションっていうのを、まあこう、組んで、ね、ベテランの投資家の人たちはこのバランスを考えて、まあ途中で株ばっか増えていくからね、ちょっと株を売って債券に回すとか、リバランスっていうのが必要になるわけなんですけども、このリバランスをするごとに税金が2割持ってかれちゃうわけですよ。でも、こちらはファンドの中でリバランスしてくれるもんだから、投資が、あ、ごめんなさい。株式が増えれば、株式の割合が増えて、債券がちっちゃくなったら、株式を売って、債券を増やして、このファンドの中で50対50になるようにリバランスをするよ、というものになってます。かつですね、この辺の比率は、その時々の状況に応じて変わるということです。今はもう本当アメリカ、米国一強ですね。アメリカ一強なんでアメリカの比率すごく大きいです。株式も債券も、米国、ね、株式で 32%、債券で 25% ありますけれども、ね、最近ロシア、ね、ウクライナと戦争しておりますが、もうロシアがすごい、経済規模、すごくダメージを受けてます。そうするとですね、この新興国の比率がちっちゃくなっていきますね。ロシアはこの新興国の中に入ってます。この 5.7% の割合がちょっと減りますよ、というふうになってます。なので、まあ GDP とかね、まあ時価総額に応じた比率に変えていくよという
ファンドになってます。なので、こういったところでリスク回避をやるというものになってます。まあ、だから、もう、文句のつけどころがないんですよ、これ。もういわゆるね、大体誰に言ってもね、うん、まあいいでしょう、みたいな感じの、火の打ちどころのない運用方法になってます。それから、手数料も、まあ、言うほど高くないんです。0.56%、プラマイ 2% 程度だよということです。実質的な負担額がね。まあ、1% を割り込んでいるので。ちなみに、レバナスは 0.77? 楽天のやつで。アイフリーで 0.9 いくつですから、それと比べても、手数料は安くなります。まあ、なかなか優秀じゃないかなと思います。これ前にもお話しした通り、投資初心者の方ね、まだ投資やったことないんだけどっていう方にとっては、これはいいかと思います。で、積立NISAとか、まあ一般NISAの対象になってますので、まあそれと組み合わせることでね、税制優遇が受けられるから、それもまあフルに活用していいかなと思います。はい。一方ですね、投資の、セゾン資産形成の達人ファンドは、先ほどは、この、債券と株が 50%、50% って言ってましたけど、こちらはもう、全部株じゃなかったっけ？ですね、多分、そうですね、株式に投資です。全額 100% 株です。はい。アメリカで 44.6%、ヨーロッパが 27.1%、日本が 11.8%、新興国で 15.1%、太平洋で 1.5%、これは日本を除くということで、こういう比率になってて、これ全部、債券入ってないです。全部、株式だけになってますね。はい。というような運用方式で、かつ、これアクティブファンドじゃなかったっけ？なんかいろいろ中のバランスって何だったっけ？あ、でもね、銘柄見てると、まあ、インデックス、これがまあ、投資対象ファンドですよね。こういう、まあ、ヴァンガード、米国、なんちゃらかんちゃらみたいな感じでね。まあ、この辺で運用してるという感じ。ただ、こいつのネックは、これ結論言うとね、おすすめしません。はい。運用成績はいいですよ。運用成績はいいんだけど、なんと、手数料がね、1.32% なんですよ。まあ、これちょっと論外、1% 超えなんですね。レバナスより手数料取っちゃうんですよ。うん。ちょっとこれは、ないよなっていう。運用成績はいいです。ちょっとこっち見ますか。こっち、どっか運用成績出てないかな。同じ時期にスタートしたファンドですけど、この二つのファンド同じ時期にスタートしたんですけど、成績はいいんですよ。一応株式だからね。株式全突破だから、それは利回りはいいよねってことで。ここのグラフ見ても、この2011年12月ね、7000円ぐらいだったのかな。こちらも同じぐらいかな。うん。なんだけど、こちらがですね、19,633 円です。これは12月30日現在かな。うん。で、あ、10年間だな。10年間。11月、2011年12月30日から、2021年12月31日の10年間で、7000円ぐらいだったのが、19,633 円になったよ。で、こちらですね。おすすめしないよって言ってるやつの方が上がってるんですよ。33,064円。はい。この差はなんでかって言ったら、もう株式に全突破してるから、これは当然なんですよ。だから投資ね、だから債券って意味あんのかって話なんですよね。うん。この辺ちょっとまた後でしますか。もう圧倒的に、この手数料が高いのに、資産形成の達人ファンドの方が運用成績が圧倒的に 1.5 倍以上ですね。こっち、片や2万円超えてないのに、こっちは33,000円ですから、全然成績が違います。10年間でこんなに差が開いちゃうっていうね。まあ、やっぱり債券があるとね、運用成績って悪いんですよ。そして長期で考えたら、まず株式が負けるってことはね、多分10年で負けるってことってあんのかな？僕はちょっと知らない
けど、あるかな。リーマンショックの時でも10年でも取ってなかったっけ、どうだったっけかな、うん、なので、まあ債券どうなのかなっていう部分がありつつ、こいつは手数料が高いから、これやるんだったらね、これやるんだったら、あの EMAX SLIM の、全世界株式オールカントリー、それやればいいと思います。だいたい比率的にはまあこれとすごく似てるんですけど、もうちょっとアメリカの比率が大きいかな、 57% ぐらいあるんですけど、もう手数料安いんです。 0.1% ぐらいしかないんです。 0.1% しかなくって、かつ世界に分散投資するんで、株式の中でもまあ安定的に運用できるよということで、割と最強のファンドだって言われてますね。うん。まあこれを契約するんだったら、ね、EMAX SLIMの方が、そっちにしてください。こっち、もう論外です。これ論外です。論外なんでね。うん。という感じです。ちなみにですね、今度新しくセゾン投信が始めるセゾン競争日本ファンドっていうのは、20から30銘柄に厳選して、一個一個のファンドね、全部、調べて、もうアクティブ運用ですよね。インデックスじゃないんです。日経平均に連動するんではなくて、ファンドマネージャーがここの株式がいいっつって、投資をしてって、ダメなものは売却する。いいものは取り入れるっていうような感じでやっていく。だから目利きがいるわけですね。それでまあ、多くの利回りを得ていこうと考えているファンドで、年率 7% を狙っているそうです。なので、多分、こいつよりも運用成績がいいっていうのを狙ってんのかな。しかも日本の株式で。まあ、ただ、アクティブファンドなんで結構手数料がかかると思います。ちょっといくらかちょっと調べてないですけども、多分結構高いと思いますよ。うん。それだったらレバナスにしなさいって話ですよ。レバナスでいいじゃんっていうね。めんどくせえっていう。一応レバナスはインデックスに連動してますからね。レバレッジをかけてますけど。うん。それでいいんじゃないかなと思います。個人的にはね。うん。はい。そんな感じです。まあ、ちょっとこう。まあ、ぐだぐだ語りましたけども。ちょっとまあ今回はね、セゾン投信。私の10年ぐらいやってるセゾン投信についてね、ちょっと。語りました、うん、こういうところもあるんだよというところでね、ちょろっとやってみるといいかなと思います。はい、初心者の方におすすめしましょう。